流山駅は千葉県流山市流山一丁目にある流鉄流山線の駅で同線の終着駅である。駅番号は RN6。関東の駅100線に選定されている。駅本屋は流山線付設当初の1916年の建築である。これまでに修理や改造が加えられている。1937年12月に大規模改築が行われ。 1979年12月には、プラットホームと旅客ワイヤの延伸が行われた。1977年頃の駅舎で入り口の表記は、駅と球児であった。1998年には、当時の運輸省関東運輸局から東京近郊にありながら、ローカル色のある駅という理由で、関東の駅百選に選定されている。2003年10月6日には駅舎に、 乗用車が突っ込み壁を大破し、券売機を破壊する事故が起きた。一面二線の島式ホームを持つ地上駅である。一番線が駅奥の検索へ通じ、二番線のみが駅舎前に車止めがある行き止まりとなっている。検索出入の側線がホーム先に続いている。夜間大白の運用があり、平日朝通勤時は交互発着が行われる。 2019年度の1日平均乗車人員は1364人で、流鉄6駅中3くらいである。首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス流山、セントラルパーク駅が開業した2005年から2006年にかけては1000人近く乗車人員が減少している。近年の1日平均乗車人員は、下記の通り。古民家の残る、駅周辺駅舎は、 旧来の流山市街地に面しており、住宅が多く、近隣を千葉県道5号松戸の田線、千葉県道278号柏流山線が走る。市街地には国の登録有形文化財に登録されている五福神川や店舗、寺田園急店舗など、歴史的町並みが残り、安どが灯る流山本町の町並みは安ど回廊や、 江戸回廊とも呼ばれ観光を活用している。古民家が多く、これらを活用したカフェや交流スペース、宿泊施設への活用が取り組まれている。流山街道沿いに流山駅停留所があり、京成バスの松戸、江戸川内駅、流山大高の森駅方面と東部バスセントラルの深夜急行バス、ミッドナイトアロー菓子は、阿ビコが停車する。 駅南方の湖泉歩道橋を渡った高台の回転場には流山駅東口停留所があり、東武バスセントラルの路線が発着する。なお、当駅に東口なる出口は存在しない。ありがとうございます。